やっと意味が分かったわ。前にさ、抹茶のさ、もう、めっちゃ抹茶のフィギュアの開封動画撮った時にね、みんなにさ、この悪魔将軍と並べてくださいとか、同じポーズの悪魔将軍があって、抹茶とね、それと並べるとかっこいいですよ。みんな、教えてもらったんだけど、何言ってんのか分かんなかったの。悪魔将軍？悪魔将軍と抹茶、なんかこれと同じポーズのあるって。で、探してみたんだよね。検索してみたら、これでしょ！間違いなく、ポーズ似てるやつが同じだもんね、確かに。やべえわ。迫力。まだ開けてねえのに。こんな悪魔将軍があったなんて。いや、みんなマジごめん。俺知らなかったのかっちね。で、調べたらさ、これ2年前なんだね、もうね。2年前にくじがあったんだって、この悪魔将軍くじっていうのがあって、なんとね、1回9800円。一回9800円のくじが、でもその代わり、悪魔将軍が絶対当たるっていうやつで、2年前のくじなんだよね、これ。これがまっちゃんと同じっぽい。多分、つか、これだよね、絶対ね。これとみんな並べてって言ってたんでしょ？これとぜひ並べて動画撮ってくださいって、これでしょ？いや、見つけたよ、みんな。てか、教えてくれてありがとう、みんな。悪魔将軍フィギュア、全種。これ A 賞なんだけどさ、他にもあったからさ、全種類揃えようと思って、今日はこの悪魔将軍、これね、すごいのがさ、この後ろ見たらわかるんだけどさ、なんとゴールドマンにも、頭取り替えて、何？すごくない？頭取り替えられるんだって。頭チェンジできる、本当にゴールドマンにできるの、本当にいいわ、これ。いや、嬉しい。こんな悪魔将軍あったなんて、ゲットできてよかった、あってよかったわ。探したらね、結構売ってて、まあ、値段は、なかなかの値段するけど、やっぱ一回、9800円のだからね、それ高くなるよな。でもまあ、その分ね、価値はあるよ。この、パッケージ見る限り、超かっこいいもんね。それではね、ちょっと待って、抹茶は後でいいか。出してみてから抹茶持ってこようかなということで、まずは、このね、カッチャーがない、カッチャーがない、なんでいつもあるの、ルルルルルカッチャーがない、ルルルルルいつもあるのにカッチャーがない、ルルルル意味わからんのだ、ラン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 
これさ、新品未開封でまだ2年前のが残ってるってだけの奇跡なのにさ、まっちゃんと同じポーズっていうのも奇跡じゃない？まっちゃんと同じポーズ俺すごいなと。これまっちゃんと同じポーズってほんとすごくない？あとまっちゃんさ、この悪魔将軍のあれかな、これを真似して作ったから、まっちゃんの方が後に出てるから、そういうことになるよね。まっちゃんの方がたまたま同じになったのかわかんないけどね。それではでは、おお、なんか説明書が一番上にあるね。説明、頭の付け替え方か、あ、組み立て方か、組み立て方があるね。そしてこれが、おお、いた、でけえ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 、めっちゃでけえわ、悪魔将軍。これでるってるるるるでてる、リングリルルルルル、イナズマペクトラリスメイジャーアポーン。ジュリア、なんじゃこれ、すげえでけ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 え。うわ、俺今まで俺クズだわ、マジで俺本当にクズだ。こんな悪魔将軍見逃していたなんて本当知らなかった。こんな出てたのか、やべえ、見逃していた。この重さやば。あ、下にでけえ台座あんね。まず台座取るか。台座取って、いやマジでか、すごすぎだなこれな。だってうわ、こんなにでかい、うわ、台座もでかいけどさ、こんなに本体がでかい悪魔将軍ゲットできるなんて感動と興奮じゃない。すげえでけえよ。悪魔将軍のヘアだな。悪魔将軍ヘア。そして、やべえ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 。え、ガチでやばい、ガチでやばい。ガチで、え、待って、やばい、苦しい。苦しい。おぉ、バイセプスブラッケ。バイセプスブラッケ。トライセプスブラッケ。デルトイに。おぉ、すごいな、これ。マジでまっちゃんと同じポーズだ。すげえ。
銀色に輝くバイセプスブラケドゥ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 血管走る血管そしてドゥルドゥペクトラリスメイジャーこれやばすぎだろ強さ入突悪魔将軍の強さ入突地獄のダートダイドゥルドゥ地獄のダートダイドゥルうわ肩幅ひえな悪魔将軍も骨格がかっこいいね骨格がすごいわそしてこの引き締まったケツ足の筋肉カーフ盛り上がったカーフすげえ筋肉造形もやばいけどさ色がちょっとシルバーやっぱ全身シルバーだからさめっちゃ映えるな悪魔将軍そして俺大好きだね筋肉の上に浮かび上がる血管この血管ポポポやばくね超かっこいい見てこの細かい血管の走り方シャラーすげえかっちゅこれは確かにまっちゃんと並べたくなるねみんなの言った通りみんなの言った通りいやみんなほんとまっちゃんと並べてくださいまっちゃんと並べてくださいってねめっちゃ来てて何を言ってんだろうなみんな悪魔将軍をまっちゃんと並べてくこれかともう気づいた時同じポーズのあの悪魔将軍あるって言ってくれた人がいてさ同じポーズをちょっと探してみようと思ってあったんだよね確かに同じなんだよこれまっちゃんとポーズがまっちゃんもやばかったけどな悪魔将軍のペクトラスメジャーの盛り上がりねすごいメジャーだなそして顔面ゴソンガフェイスゴソンガフェイスとあと髪の毛もねあの組み立てふむふむふむなるほどどりゃなるほどどりゃ最初にマントをつけるのかマントをつけて、髪の毛に頭をセッティングしてからはいはいはいオッケーオッケーオッケーまるオッケーまるまずマント出さんとなマント悪魔将軍のマント出てきてくれってってるってってるってってってうわすげえマントのなびき見てマントのなびきうひょー白すぎて何が何だかわかんねえ白すぎて何が何だかわかんねえぞすごくない造形マントの造形ねこれがマントの造形悪魔将軍マントバリかけマントだけでこんなかっこいいってあるかすごいなマントだけでこの迫力でこのマントをねマントを先に悪魔将軍に設定するんだってこの悪魔将軍のこの穴あるでしょそこにマントセッティングガチャコドゥルっていうガチャコメジャーガチャコペクトラスメジャーこれうおめちゃくちゃ待ってえこれスタンドに立つのちゃんとめっちゃダメってめっちゃこんな上にバーっていってんの思ってえこれスタンドとか棒で支えるとかだよね絶対これ絶対棒で支えないとダメなやつじゃないの大丈夫なのこれめっちゃバーってなびいてるすげえまず台座につけた方がいいんじゃないかなこれゴソンガンフェイスももうね作り込まれてるゴソンガンフェイス悪魔将軍ゴールドマンいやかっこいいな寿司屋ま悪魔将軍のフェイスつけたんやなうひょーかっこいいやばくないこのかっこよさ頭だけでも飾っておけるよ悪魔将軍ヘッディドゥルッドゥうわぁ地獄の弾頭で食らいてぇなめっちゃかっこいいわそして、まあ、ゴールドマンも出しておきましょうからうひょーうひょーすごいなこの黄金輝き具合かっこよすぎて、もうゴソガフェイスがやばい。でもって髪の毛も出しちゃおうかな。髪の毛。髪の毛を出しちゃって、あとはここにね、顔をセッティング。しかしすげえな、このなびき。最初にもう台座出して、あの棒もね、やっぱ棒でセッティングする。いや、だってこれ棒でセッティングしないとやばいもんな。棒でセッティングするタイプだったから、こう、セッティングしまして、安定感をね、増してからちゃんとね、悪魔将軍、頭をつけようと思って。で、つける、全部ね、セッティングするとこんな感じになる。台座セッティングして。で、いや、どうだろうな。これ、撮ってもね、ここはいらないと思うな。ここあってもなくてもいいような気がする。正直。ただ、ここはね、あった方が、まあ、一応、自立はする。これも撮っても自立するんだけど、あった方が安心だから、長時間ね、多分、ディスプレイしておくと、どんどん倒れてきそうな。感じはするからつけておいた方がいいんじゃないかな。そしてあとはまだ頭つけてないので頭をまずは頭を髪の毛にこうセッティングしてから体の方につけるともうこれだけでマジかっこいいね。髪にいやなびきっこいすごいなこれ
めっちゃなびいてるね。で、これをさらにここにね、つけることによって悪魔将軍が完成。うわ、こんなかっこいい悪魔将軍この世にあったんだな。パポー、見てこれ超かっこいい。うわ、マジでか。これもトレーニングしたいね。うわ、筋トレしたくなるわ。これ筋トレしたくなる。いや、めっちゃかっけ。悪魔将軍降臨なり。ちょっとセルフターンテーブルするわ。見たくない？もうくるりと回って、これ腕の筋肉トゥルッテルテルテル盛り上がるよ。バイセプスプラギ、いや鍛えたいね。アームカールしたいね。アームカールすごいよ。銀色のボディ、やっぱ悪魔将軍かっこいいね。銀色のボディ、全身銀色で、このさ、なんていうの、マントの下潜り込みじゃんよ、これ。こんなに盛り上がってたら。ブワーってね。こんだけなびいて上に上がってたら潜り込みじゃんぐらい、下にね、スペースがある。そして見える悪魔将軍の下半身である。いや、いいね、筋肉。素晴らしいわ。こんなかっこいい悪魔将軍見逃したことが、ぶん殴ってやりたいね。2年前の自分、タイマシで戻って、ぶん殴って膝切り、立たせてチョークスラム、立たせて、ロックボトムからのピープルセールボからの立たせ A5。 すげえかっこいいわ。これはもう言うことねえわ。これもまっちゃんと並べたくなるよ、本当に。確かに同じポーズだもんな、まっちゃんな。まっちゃんもバリすごかったけど、悪魔将軍もやべえな、やっぱな。さすが悪魔将軍で、ちょっとゴールドマンにもできるからさ、ゴールドマンにもしようぜ。これさ、別にあれだよな、髪の毛取んなくても全然違うな、やっぱな。全然違うわ。ゴールドマンと体同じなんだよ。体全く同じなのに、ゴールドマンの時と悪魔将軍の時の印象が違いすぎるね。これ顔違うだけなのに。このダブルの顔の付け替えもほんといいわ。最高だった。このフィギュアのいいところだね。ゴールドマンと悪魔将軍ダブルで楽しめっかんね。最高だわ。それではでは、ちょっと顔悪魔将軍に戻して、まっちゃん連れてくるわ。いや、これはさ、ちょ、待って、悪魔将軍もやべえよ。悪魔将軍すげえやべえじゃん、迫力。まっちゃんもバネ、ポーさすがまっちゃんだわ。最終形態、ファイナルフォーム、すごいな。え、なんか、え、ちょ、待って、こんなにすごかったっけ？いつも俺のね、後ろに飾ってるんで、背中側に飾ってて、見守ってもらってるんだけどさ、今、久しぶりに改めて手に取って見てみたんだけどさ、え、やばくない？後輩筋とか。悪魔将軍、まあ、悪魔将軍見えねえからな。見えねえから、でも、腕とか負けてねえぞ、悪魔将軍に。まっちゃん。で、ポーズがね、みんなの言った通り同じなんだよ、ほら。ポーズ。ポーズが同じって面白すぎない？これはずるいわ。これはさ、これはずるすぎる反則だって。ポーズが同じとかずるすぎる。まっちゃんと悪魔将軍。いや、両方とも超人だろ、これ。まっちゃんも超人だ、これ。お笑い超人、まっちゃん。悪魔将軍、これすごい知ればもね。塗ったら同じぐらいの迫力になるぞ、きっと。このまっちゃん。いやー、もう一体買おうかな、まっちゃん。まっちゃんもう一体買って全身シルバー塗ってみる。全身シルバーに塗ったらさ、黄金の方がいいかもな。だったら。それだったらさ、黄金で塗った方が楽しいかもしんで。これ塗ったら映えるぞ、まっちゃん、きっと。黄金。すげえかっこいいと思う。これが、悪魔将軍とまっちゃんの並びということで。みんな並べたぞ、悪魔将軍とまっちゃん。最高だな。確かに、みんなありがとう教えてくれて。こんなかっこいい悪魔将軍。悪魔将軍とまっちゃん並べてみるとこんな感じで、ね。最高だわ。大豆悪魔将軍すごいでかいね。マントも支えなきゃいけないから、その分すごくでかくなってる。抹茶の大豆超ちっちゃいけどな。抹茶の大豆。抹茶にもなんか赤いマントとかつけたら超かっこいいんじゃないか。抹茶ね。こんな感じでなびいてる。あと悪魔将軍髪のなびきもかっこいいよね。ほんと。躍動感がある。すごい躍動感ある。ほら、すごくね、これ。ブワー風を感じるもんね。そうして抹茶んだよね。抹茶すげえな、ほんと。筋肉。マジ、ほんとこうなってほしいね。まっちゃんね。まっちゃん。いや、今動画だからまっちゃんって言ってるけどね。あ、いや、もう松本さんって言った方がいいから。年上の方だからね。松本さんね。松本さんの。いや、でも、久しぶりを込めてやっぱまっちゃんって言いたいよね。まっちゃんって言いたくなるよね。ということで、今回は、これってさ、狙ってやって偶然なんかな。同じポーズの悪魔将軍とまっちゃんのね、並べるという動画でした。すごい良かったわ。みんなもぜひ、
ゲットして並べてみて。このダブル並べて飾るといいよ。もう違和感ないからね、まっちゃんね、これね。もう、筋肉マンのマッスルフィギュアの間に並べておいても全く違和感がない、このまっちゃん。すごいね。それほどマッスルっていうな。いやー、かっこよかった。ここにもう、ブロリー、悪魔将軍、まっちゃんって並べておいても、もう全然 OK だからね。違和感なさすぎ。溶け込むわ。マッスル仲間として。すごかったわ。これ作った人同じなんかな、もしかして。ワンチャンそうか。あ、でも、腹筋の形違うか。足の筋肉の形もよく見ると違うし、多分作った人同じだったらさ、腹筋の形とか同じになりそうじゃない？でも違うよね、腹筋の形ね。いや、でもどうなるわかんないけど、まあ、筋肉の形って似てくると思うから、いや、でも同じ人かもしんないね、ワンチャンね。だから同じポーズなのかもしんない。わざとね、こう狙ってやったのかもしんないよね。いや、面白いわ、だとしたら。ナイスだね。ナイスな、この、なんだ、狙いだよね。おい、このまっちゃん、この前作った悪魔将軍と同じ形にしてやろうみたいな。まあ、調べてないからわかんないけど、まあ、それだったら面白いよね。作った人の遊び心というか、まっちゃんと悪魔将軍をこうやってね、ダブルで並べて楽しむことができるから、ありがとうございますということで、また、あ、次悪魔将軍全部、あと2種類あるんだけど、全部買うから、また買ったら動画撮ろうかな。で、全部並べて迫力見てみるから。いやー、楽しみだな。悪魔将軍ほんとかっこよすぎたわ、これ。抹茶もめちゃめちゃかっこいいんだけど、まあ、ゴールドマンにもできるのもいいしね。すごいね、やっぱシルバーボディかっこいいね。やばすぎないこの、いやーかっこいい。これ見て、この角度。どのアングリングから見てもほんとかっこいいから、冗談抜きで。腕の筋肉、いや、トレーニングしたいね。いや、鍛えてるの、すごいかっこいい。やばいなぁ。悪魔将軍ほんとにかっこいい。どうしよう、これやべえ。マントのなびきと髪のなびき。素晴らしいよ、これ。素晴らしい。もう言うことないね。このレベルの高さ。フィギュアとして。いや、これ最高峰のフィギュアだね。レベル、フィギュアとしてのレベル。すごすぎるわ。いやー、これも最高のトレーニングフィギュアゲットしたね。トレーニング前に見るフィギュア。ありがとうございます。しかしながら、まっちゃんも負けてねえけどな。ドゥルってって。いやー、すごいね、まっちゃんね。まっちゃんのベクトルスメージャー。マジ、まっちゃんこうなってほしいな。本物のまっちゃんもさ、このぐらい行ってほしいね、もうね。行くとこまで行ってほしいわ。これぐらいのまっちゃん見たいね、テレビで。やっぱこうやってね、並べて飾るわ。いいね、ダブルの。この並びが悪魔将軍とまっちゃんのこのダブルがすごくいいわ。超かっこいい。